10年前、確かに私は一度事故で死んだわ。でももうそういう細かいことはどうだっていいじゃない。なんで小学生の姿になって帰ってきたのかとかさ、あんたたちと、え、こうしてまた家族やれてるんだから。戻ってきてくれて本当に。マイ、高江、マイが泣くから。我慢することじゃないだろ。新島さん、娘さん転職されたんですね。ああ、もう一度挑戦したいと言ってね。素敵ですね。あいつが帰ってくるんじゃないかって釣りをしながら待ってるだけ。そういう部分は妻に似たんだろうな。本当に私が好きね。生まれ変わったことにどんな意味があるかはわからない。でもわがままを言ってもいいじゃない。そんなことでいちいち腹を立ててたら回覧板回してもらえなくなっちゃうわよ。だって今私小学生なんだから。愛とは形のないもの。どこ行ってたの。ただじゃ置かないから。だからこのままうちに。違う、新島高井にとって正解でも白石麻里香としては正解じゃない。すごい熱が。幸せの形はきっとね、一人一人。また家族で見られるんだな。俺たちは運命の糸で結ばれてるんだから。外でそんな話しない。やっぱあんのよね、大切なものって。愛にはかなわない。テレビアニメ妻小学生になる。ちょっとあんた何泣いてんのよ、恥ずかしい。拭きなさい。はい。10月6日放送開始。